さんこんにちは。今日はウィニングプランター軒下の水やり編をしようと思います。こんにちは。今日は7月25日です。はい、こちらはウィニングプランターのズコット挿し木で育ったラフランスちゃんです。実はね、この2年前ですね、カミキリムシ被害に遭いまして、ここにね、ズコット挿し木をしただけで、はい、大きくなってくれましたラフランスちゃんです。一つはね、向こうに行って外れないです。はい。こちらはね、向こうがね、東なので、全部残念ながら向こうを向いています。とてもね、植え替えなしでこの子たち育てていますけれど、元気ですよ。はい、に見えますのが、プリンセスドモナコちゃんですね。そしてちょっとこのオレンジに見えますので、ですね。こちらはロイヤルサンセットです。次々とね、このようにね、花芽つけてくれています。ロイヤルサンセットも元気です。そしてね、向こうに見えますでしょうか。向こうに見えますのがね、ルージュピエール・ド・ロンサールですね。大きくなりました。どの子もね、ビュンビュン大きくなってます。で、こちらに見えますのが、メスバグちゃんですね。次々と2番か3番かだったかな、分かんなくなっちゃった、繰り返し咲いてくれています。こちらはミニバラですね、おそらくね、このミニバラちょっと品種分かんなくなっちゃったんですけどね、この背が高くなるミニバラなので、フォーエバーローズのミニバラだと思います。ここね、ここです。ミニバラでっかいですよ。でっかい、1メートル以上なってますね、このミニバラですね。はい、こちらのモナコちゃんなんかと同じ大きさです。で、みんなね、シュート、ベーサルシュート、シュートを出していますね。サイドシュートを出しています。はい、今日は、水やりしようと思います。今日はね、実は、7月20日にお水やりしたので、今日は25日ですかね、5日ぶりの水やりです。はい、5日ぶりにね、お水をあげていこうと思います。ただいま午後4時ですね、こちら33度8分ですね。こちらの外気温は33度7になりましたか、それぐらいです。ちょっとね、涼しいですね、ここは、日がもう当たらないんで涼しい感じになっています。土はこんなですね、パラパラですね。5日間水をあげていないのでこんな感じです。ちょっとね、ウィニングプランターの中の水を見てみますね。ちょっとね、大きさが違うのでね、水の減り方も違います。今日はこの大きなね、スポイトで水を見てみます。はい、もう少ないかな、もうそこの方にちょっとしかないですね。お水はこんな感じですね。はい、ボウフラはどうでしょうか。ボウフラいませんかね。この中に入れてみましょう。もともとこの中汚かったから、こんな感じですね。ここにちょっとね、根っこが切れた後ですね、やっぱしこう新陳代謝があるみたいですね。はい、こんな感じでちょっと根っこに切れたのとかあります。はい、こんな感じでした。もうね、そこにちょっとしかなかったですね。はい、5日間やっぱりね、あげないとちょっとね、危険ですね。なのであげていこうと思います。やっぱり夏場は週2回ウィニングプランターでも必要ですね。でも毎朝晩はあげなくていいです。そしてのこのようにもう乾き切っていましたら、この上からあげる方が良いと思います。
向こうのねちょっと湿っぽい感じですね。あれはもう、小さな挿し木ですから、あちらはね、横からあげた方が、給水口からあげた方が良いかなと思っています。こちらですね、こちらもうサラ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 と、はい、お水やりがね、この上からも必要になってきます。今までの経験上お伝えしております。それでは開けていこうと思います。はい、こんな形で、全体をね湿らすようにお水をあげていきます。結構ね水はけ良いと思います。そして今日は、ストレスブロックですね、あげようかなと思っています。ストレスブロックどうなんでしょうかね。はい、ストレスブロックをねあげていこうかなと思っています。結構ね葉っぱ綺麗なんですけれどね、はい、なおね夏バテしないように警戒しております。まず基本は、肥料あげていません。最初使ってた頃ですね、肥料を結構あげてたんですね。するとこの塩類ですね、ここに、溜まってしまって塩のようなものが発生したりすることがありましたので、もう今年は、はい、微粉だけですね、ちょっとあげました。1回あげたかな、微粉あげています。で、花色とか灰色とかね見ながら悪くなったらあげるようにしています。ほとんど肥料あげずにウロンプランターの場合ね、育つんじゃないかと思っています。ここはね中耕はしていますね。その時に、リサイクルの土はここに混ぜています。はい、ストレスブロックをあげていこうと思います。ストレスブロックの裏面を見ています。これはね、千倍希釈と書いてますね。10リットルで、はい、2目盛りということで、一応ね、こちらのウロンプランターの場合、半分を希釈にしたいと思います。というのがね、やはりね、ぐるぐるこのウロンプランターの中で回るんですね。なのでね、あまりね、きついと、いけないので、はい、そのようにしたいと思います。一応ね、お聞きはしたんですけど、大丈夫というふうにね、でもちょっと大事を踏んで、半分の希釈にしたいと思います。およそ2000倍希釈のものを作りました。これを揚げていこうと思います。音がお分かりになるでしょうか。下のね、貯水槽に入る音ですね。ここはね、ちょっと水道ができてるかな。はい、向こうの方も上げていこうと思います。水の落ちる音が聞こえましたでしょうか。ちょっと覗いてみますね。こんな風に落ちています。こう根腐れっぽいこの色ですね。こういう風な色になりますけれど、白いひげ根もできて、上は健やかに育っているようです。はい、
コーナーになってますけどね、一度も枯れたことがないのでどんまいと思っています。いろいろね、分解して研究すればいいんですけれど、ちょっとねそこまでは言っていません。皆さんね、教えていただきたいです。こんな風にね、綺麗でしょう。はい、こんな風に、お水が落ちていっています。そしてね、ここから、またこの足が見えますでしょうかね、画面左側ですね、この足、全部で3つあるんですけど、この足からまた吸収されて、またね、植物に吸収されて、またそれがねぐるぐる回るって感じですね。落ちたのがここに足から吸収されて回るということで、落ちきらないのでね、多分ね濃縮されるかなと思って、私は半分の量にしています。こんな感じで、はい、健やかにね育ってますね。こちらはプリンセスとウナコちゃんです。こちらもね、もう葉っぱも綺麗です。はい、こちらはね、今年出たベーサルですね。ごついですよ。こちら2つ出ましたからね。はい、それではお水を満水にしていこうと思います。こちらのプランターは、挿し木にしたレイニーブルーと、挿し木にしたジャストジョイだったかな、ちょっとあやふやでごめんなさい。なのでね、まだ小さいんですね。1年生なのでね、そしてもうね細い子が2つでしょう。なのでここ見てください。お水をね必要としていませんね。まだちょっと湿った感じがしますね。なのでこういう場合は下からお水をあげようと思います。下の給水口ですね、給水口からあげていきます。こちらもちょっとお水の状況を見てみましょうかね。はい、今このようになんかお水たくさんある感じでしょ。はい、たくさんねまだあるみたいですね。なので、このここは給水口、この、ここから上げていきます。上げます。全てのプランターのお水上げました。そしてね、こちらの、アイスバーグちゃんね、たくさん咲いてますけれど、もうね小さいですね。やっぱりね、もう花摘みをしていこうと思います。はい、こんな風にねたくさん咲いてますでしょう。はい、向こうに向いて咲くからねちょっと残念なんですけれど、でもね、よく咲いてくれています。はい、花を摘んでいきます。もう額割れしてるのでね、全部摘もうと思います。ピエール・ド・ゴンサールちゃんは、ちょっとね、上の方なんでね、手が届かないですね。高枝切り傘でも持ってこなきゃならないようです。積みましたけどね、まだまだたくさんあります。一番端っこのプランターはね、クレマチスを植えています。こちらはアグリアちゃんですね。咲いてもう終わりかな。こちらがクレマチスカグリアちゃんです。こちらはビビリアントピンクアイスバーグちゃんですけどね、こんな風にね、はい、白いアイスバーグが咲いています。先祖帰りなんでしょうかね。ルージュピエールドゴンサールちゃんも切りました。最後までご視聴ありがとうございました。今回は軒下のガーデンをお届けしました。次回はコンクリートのウルオンプランターガーデンの水やりをお届けしたいと思います。